どうもこんにちは、グレッシュスバルくんです。2020年にですね、サバイバーハンターかっこいいかわいい衣装ランキングという動画を投稿しました。あれからですね2年が経ちまして、様々な衣装が増え、ハンターも増え、環境が変わり、僕の好みの女の子のタイプも変わりました。ということでですね、今回はですね、実に2年ぶりに行う、古参ユーザーが選ぶ、可愛い衣装ランキングトップ10をですねやっていきたいと思います。前回ですねランクインした衣装を除いて、新衣装をメインとして、紹介しているので、楽しんで見ていただけるのではないかなと思います。それでは行きましょう。どうぞ。第10位、シーズン18の推理の道の報酬で入手することができた妻子のカルメンをですね10位に入れました。ね、このアイススケートをしているこのね黒髪妻子ですよね。可愛よしだと思ってます。しかもね、妻子のね黒タイツ美脚も拝めるっていうこの衣装は、かなりムフフな衣装になってます。なんかね、少し前の衣装ではあるんですけど、未だにこの衣装ってなんか人気が高くて、よく着ているね印象ありますね。推理の道の衣装の中でもかなりトップクラスにいい衣装なんじゃないかなと思います。第9位、赤い靴ですね。2020年に投稿した段階ではですね、赤い靴登場してなかったので、もうこの当時はですね、もう致命的な優しさ一色だったんよね。かつての致命的な優しさポジションが、もう今となっても赤い靴みたいなところがありますよね。もうそのぐらい結構いろんな方が使ってる印象があります。めちゃくちゃ偏見なことを言うと、ほんとディズニーにいそうな衣装ですよね。かね、大きなリボンがあってね、こう少女感あって、すごいディズニー感あるなと思います。ド派手な衣装ではないんですけど、シンプルで僕はめちゃくちゃ好きですね。第8位、新眼ってこれまで UR 衣装がほとんどなかったんですけど、最近追加されたこのね新顔の衣装はもうめちゃめちゃ僕は可愛いと思うんですよ。なんていうかね、うちのおばあちゃんがおしゃれした時みたいな。いや、ちょっとこれあれかな、褒め言葉ではないですかね。すごくミステリアス感あって僕は好きですね。第7位。前回ですね、取り上げてなかったので今回入れときました。COH の海賊ガチャで出てくる庭師の SSR 衣装ですね。庭師のね、衣装っていうこともありますけど、昔すぎてもうこれほとんど見かけないですよね。ですけど、めちゃくちゃ俺はね、好きなんですよ。子供が海賊コスプレしましたってヘペロみたいな、こういうね感じ、これいいですよね。娘にしたいぐらいです、ほんと。第6位、前回の動画以降様々なね機械技師の衣装が追加されたんですけど、もう一番ね機械技師の衣装の中でどれが一番可愛いかって言われたら、もうこの衣装だと思います。本当にもうね、頭にお菓子かぶっててさ、もう手にもねチョコレートなんかつけちゃってね、本当に可愛いよね。やっぱ出た時衝撃でしたけど、やっぱ今見ても可愛いもんね。可愛よしです。第5位、2022年の旧正月の妻子の UR 衣装ですね。 UR 衣装っていうこともあってね、本当にクオリティが高くてね、なんかこう小惑星みたいなねものがこう近くに浮いててね、なんか神様みたいになった感じでね、なんかすごくねこの衣装可愛いんですけど、その一方でもうちょっとね布の面積ね増やしてあげた方がいいんじゃないかって思うんだけどね。第4位、これごめんなさい、なんて読むのかさっぱりわからないんですけど、心理学者の UR ですね。実装当初ね、こぞってみんな使ってましたよね。今見ても超大当たりの限定 UR 衣装だなって思いますね。可愛いね、ドレスでね、王族な感じがあってすごくいいですよね。あと僕的にはやっぱこの肩のモフモフですよね。モフモフいいですよね。僕好きなんですよね、こういうモフモフ、たまんねっす。すごくね可愛い衣装っていうことで今回ですね第4位に入れました。第3位、シーズン8の推理の道のね報酬として入手ができたこのスカーレットの神父ですね。シーズン8だからもう覚えてない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、正直言っちゃうと、もう花嫁衣装なんて誰が着ても可愛いに決まっとるんよ。それがねもう超講師ですからね、そりゃ可愛いべ。個人的なんですけども、 LR 衣装よりもこの衣装が僕は好きですね。第2位、これはさ、もうだってさ、ずるいじゃん。これは可愛いもん。これね、入れざるを得ませんでした。LINE と第5人格コラボの昆虫学者の SSR ですね。なんかね、昆虫学者っていうね、フード被って見えないっていう、そのキャラクターを、コニーと合わせるっていうね、ミステリアス感もあって、可愛さもありっていうね、この衣装。これめちゃくちゃ可愛いよね。当時ね、実装されるっていうことでね、大きな話題にもなりましたよね。リアルにね、こういうね、服装してる方とはね、僕はちょっと仲良くはなれないんですけど、でもね、可愛いなとは思います。正直これはね、買いでした。
勝手正解だと思います。第1位、長女のですね、初期 UR の悪の源ですね。第5人格のね、大きなアップデートが入るタイミングで追加されたっていうこともあって、まあ、かなり力が入ってる衣装だなと思います。サバイバーの血祭りと言ってもね、過言ではないんじゃないかなと思うんですよ、俺は。金色と白で、まあ、すごく合ってるし、まあ、ドレスも繊細でね、すんげえ可愛いなって思うんですよ。ここほんと2年で追加された衣装の中で、僕の中では、まあ、ダントツね、一番だと思ってます。この子も正直、買いでしたよね。たまにハンターやってて、このね、少女見ると、ちょっとね、嬉しくなっちゃうよね。本当にこういう娘が欲しい、俺は。ハンター編第10位。SR 衣装のこのボンボンのブリキの木こり。僕めちゃめちゃこれは可愛いと思ってます。あんまり人気ないんですけど、やっぱね、頭鉛筆みたいでいいですよね、これ。この機械がね、汚れてる感じ、ボンボンらしさ出てて、いや、可愛よしなんだよな、これ。第9位。誰も着てないでおなじみですね。ヒッパーのひまわりですね。骸骨リッパーはもう人気が全くと言っていうことないので、まあしょうがないのかなっていうふうには思うんですけど、運営さんが良かれと思ってね、リッパー可愛くしたれって思って着させてあげたと思うんですけど、これ誰も着てないですよね。ほんとね、まあそもそもリッパー自体が見ないし、あと SSR 以上のリッパーがめちゃくちゃクオリティ高いっていうのもあって、全然見ないですよね。ほんとね。頭にね、ちゃんとひまわりついてて、すげえ可愛いんですけどね、ちょっと存在感、薄いですよね。透明化しちゃった感じはあるよね。第8位。芸者の SR 衣装の花火ですね。この衣装、ごく稀に見かけますよね。夏祭りで着てそうな着物を着た芸者ですね。これはね、本当にシンプルに可愛いですよね。エンジョイ感あふれるこの衣装。僕はすごく好きですね。第7位。2021年のクリスマスイベントで登場したですね、クリスマスの鹿ちゃんですね。リリース当初からね、待ってました。クリスマスといえば鹿なわけじゃないですか。そしたら鹿のね、クリスマス衣装出るんじゃないかっていう風にね、まあ、思ってましたからね。ようやく来たかっていう感じですよね。エンジョイ感すごいけどね。すごいこう、しっかり戦う気、ないけど、個人的にはこれは当たり衣装なんじゃないかなって思ってます。第6位。スコープでね、入手できる雲の UR の花祭りですね。この衣装着てる人ほとんど見かけないですよね。雲のね、上に本体のね、方が乗っているっていう感じですよね。どういう状況っていうね。可愛いっていうか、まあ、どっちかというと美しいにはなるかもしれないんですけど、まあ、この衣装もね、凝ってて、いい衣装だなということで、第6位に入れました。第5位。これ今シーズン、シーズン20で追加された、血の女王の SSR 衣装ですね。可愛いかって言われたらね、あんまり理解はされないかもしれないんですけど、この衣装ね、僕すごく、これ欲しいわーって思ってます、ほんと。お上品な感じで。なんか若干男の子っぽい感じの衣装でもありますよね。僕とか言いそうな感じの。これもまた可愛いというよりかちょっと美しい方面ではあるけど、可愛らしい衣装ということで一応入れました。第4位。震災名と呼ぶらしいですね、これ。芸者のですね、限定 UR ですね。芸者の衣装の中では僕は一番好きですね。もう正直買いでした、この衣装の。チャイニーズ感のある緑色のドレスもすごく似合ってますよね。でも本当に美人層がね、マジモンの美人なんだよね。一番いいよね。で、ハンニャもね、白い可愛いドレスでさ、全然怖くないっていうね。モフモフがちょっと邪魔そうな感じもするけどさ、ゴージャスな感じも出ててさ、いい女感出てるよね。第3位。いやー、もう正直これもね、1位でいいんじゃないかっていう風にね、もうすごい悩んだんですけど、紹介してさせてください。これはね、僕めちゃめちゃ欲しかったんすよ。200連引いたんですけどね、当たりませんでした。ねえ、もう僕ね、もうこの衣装出てたらね、グレイススカイになってます。まあ、未だにね、この衣装持ってる方僕嫉妬の対象です。この色合いがね、やっぱ綺麗でね、僕も、わだつみの冠っていうね、タコの限定 UR 衣装使ってますけど、もう、それとは違うレベルのもう水色なんよ、これ、本当に。すごいんだよな、すごい綺麗なんだよね。
本当にね欲しかったです。これはもう正直買いです。これも第2位。これも1位にしようかと思った。もうこのねガラティアの UR ですね。ガラティア初期のね UR のこれじゃない感をしっかりとね反省した上でのこれでいいんだよこれでっていうね、この白いドレスっていうね、めっちゃ可愛いよね。すげえいい。本当にもうね初期 UR でこれをやってほしかったよ俺は本当にね。いやー今本当に一番いいハンターの衣装と言っても過言ではない衣装だと思います。俺も欲しかったです。第1位、女王のですねショップ UR の夜の塩ですね。ね、第五人格史上最高のね衣装と歌われるこの血祭りと並ぶ衣装がですね、ようやく来たかと、そう思いました僕は。ね、本当にね、一時期ね、とりあえず金色にすればいいかとか言ってちょっといろいろ微妙な金色の衣装もね、正直何個かありました。ね、こう卒業して、徐々にいい衣装ができた結果、をたどり着いたのがね、この衣装なんじゃないかなっていうふうに僕は本当に思ってます。すげえいいと思うんだよ、俺は。顔もね、小顔で可愛いし、で王冠も水色でさ可愛くてさ、ドレスもこの深い青と水色とでいい感じのこのグラディエーションで、なんかね水の固まったやつみたいなナイフ持ってて、これは本当に本当にいいと思うんだ俺。うん、いやー本当にね、もう作り込みがすごく丁寧でさ、もう第五人格ここまで来たかっていう、なんか本当に嬉しかったです僕は。ね、第五人格ってさ、リリース当初はさちょっと微妙な衣装も多かったんですよね。すごくいい衣装は少なくて、それがもうここまで来たかっていうね、本当にもう感無量です。はい、現状無課金で手に入る、まあ、最強の衣装なんじゃないかなと思います。まあでもね、この衣装ね使おうと思ってもね、まあ、最近は血の女王版が、まあ、主流なんで、全く血の女王を使わせてもらえないため、結局倉庫版になっちゃってるっていうのはね正直あるんだけどね。長くなりましたけれども、第五人格の可愛い衣装ランキング、ハンターとサバイバーやってみました。まあいろいろですね賛否両論あると思います。本当にねもう上位のトップ3とかもうどれでも1位だわっていう風にはね思いました。だからね、まあ本当に好みではあるんですけど、僕が思う可愛い衣装はこれかなという風に、思いました。運営さんもね衣装ネタがさだんだんなくなってきてさ困ってるとは思うんだけど、まあ、これからもねいい衣装頑張って作ってほしいなとは思いますよね。こんな感じですね。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。